7番議員の質問を許します。7番議員、ご人相の関係でちょっとご質問させていただきたいと思いますが、都市相の実現に向けた行政経営の考え方の中でですね、新たな実施計画では対象がハード事業だけとなっているということでございまして、ソフト事業は行政評価で方向性を決め予算編成で精算するということのようでございます。行政評価と新規拡大のソフト事業の関連性はどうなるのかお聞かせをください。企画政策部長。施策評価を、これからやっていくわけでありますが、それ施策自体のですね、進行も当然評価をいたしますし、施策の下には事業がいくつかぶら下がっています。これもの、重点、どれを重点にするかということも合わせて中間評価をしていきたいと考えています。そうしたときにはですね、その施策を推進するために今ぶら下がっている事業がそれでいいのか、あるいは新たなものを加えるのか、どれかやめるのか、拡大するのかと、そういう判断をですね、この評価の中でやっていって、でそれをですね、予算編成でさらに精査をしていくと、こういう流れを考えております。7番議員、実施計画の補正方式の中でですね、事業拡大だとか増額については代替の財源を捻出すると、こういうことでございますが、財源が限られている中でですね、なかなか困難だと思うんですが、そこらはどんなふうに対応されるんでしょうか。企画政策部長。これまでもちょっとお答えをしてまいりましたが、今回考えたことはですね、いわゆる計画と実践の連携を強く図りたいというところであります。で従来通りこう伸ばしていきますと、ただこうずるずるずるっとこう伸びていってしまう、そういうことを止めてですね、計画したものの PDCA をしっかり回そうというのは中にございます。で、そういった中でですね、初めてのことですので、なかなか厳しいんですが、先ほどから申し上げています、国のですね、いろんな動きに対応したものの補助金、あるいは交付金等の獲得、あるいはそのやり方でですね、例えば行政だけがやるんじゃなくて、PPP とか、民間の力を使うことがございますので、そういったもの、あるいは記載につきましても、より有利なものを探ると、そういうことをする中でですね、職員自体も政策能力を高めてやっていきたいければという、そういう考え方でございます。7番議員。議長。それでは、地域ケア推進会議の設置の関係でちょっと起用したいと思います。地域課題の洗い出しや生活支援の方法などの検討をしていただいているということでございますが、他の地域へも平成29年までには、市内10地区ということになると思いますが、設置するということでございます。総合計画に盛り込んではいるということではございますが、あと2年でですね、やっぱり10地区にあれするというのは非常に厳しいんではないかと、こんなふうに思いますが、私は非常にそういうことに期待をしておりますが、実務的には現状どんなふうになっておりますでしょうか。健康福祉事業部長。はい、地域ケア推進会議につきましては、先ほど答弁申し上げたとおりでございまして、本年度から段階的に設置地区を増やすということとしております。今年度予定をしております片岡地区、それから北尾の地区につきましては、今後地区や市所と連携調整をしながらですね、組織づくりに取り掛かる段階と今なっているところでございます。本市の高齢化の状況につきましては、中山間地域だけではなくてですね、高齢化率の低い吉田地区におきましても、高齢者人口の増加に伴いまして、市内全域で要介護者の増加が見込まれるというところでございますので、計画通り、平成29年度までに全地区に推進会議を設置できますように、取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております。7番議員。議長。それで、先ほどの中 で, ですね、奈良川地区ですでに、いろいろ聞き、その中で 22% の方がですね、買い物に困っていると
というような回答をされているということでした。これからはですね、本当に高齢者がですね、中産階級は増えていく可能性が十分あるわけでございますので、一人暮らしや高齢者の家庭ではこれが切実な課題になってくると思います。対策の一つにですね、有償ボランティアの活用ということであったわけでございますが、私はぜひ一日も早くですね、これをやっていただくことが必要だあろうと思います。着手してもですね、高齢者の場合でございますので、多分すぐそれの効果が出るか、そういうことの施策に対して乗ってきていただけるかというようなことは多少疑問でございますので、一日も早くやっていただいてですね、相乗効果を出していただきたいと、こんなふうに思うわけでございます。それで、高齢者の皆様はボランティアの人に、持ってきていただくということも大事だと思いますが、やはり何といってもですね、買い物に行って、見て、楽しんで買うというようなことも必要だと思います。それにはやっぱり民間の活力を検討していただいてですね、昔自動車販売というのもあったわけでございますが、そういうことも可能なのかを含めて、検討をしていただければありがたいなと、こんなふうに思います。そんな中でですね、有償ボランティアの料金はどのくらいに考えているのか、ちょっとそこら辺まだ具体的なあれはないかもしれませんが、ご紹介をいただきたいと思います。健康福祉事業部長。はい、先進地といたしまして、前もご答弁申し上げましたけれども、松本市の社会福祉協議会、市が地区センターというところがございますけれども、ここで地区センターで100円または500円の、利用券を購入をして、買い物などの付き添いですとか窓拭き、あるいは草取りなどの支援に、ボランティア活動をした人が利用券を受け取り、センターで換金する仕組みを設けているというようなことで、100円、500円券というような運用をしているようでございます。単価の有償ボランティアを導入する中で、この単価の設定についてのも検討も必要でございますけれども、まずその有償ボランティア活用に向けたその仕組み作りを進めることが先決でございますので、その活用方法の中で、単価につきましても適正な額について検討してまいりたいというふうに考えております。7番議員。議長。それでは平成26年度の一般会計の歳入歳出の決算状況についてお伺いをいたしたいと思います。法人市民税は社会情勢により大きく変動するということは私も承知しておるわけでございますが、不安定財源として、普通言われている中におきましてですね、昨年度のように大きく増える場合は歓迎するわけでございますが、逆に大きく減る可能性も十分あると思います。そのような中において、ダブったような質問かもしれませんが、当初予算を組むことは私は大変だと思います。どのように見込まれるのかを、そのようなことをちょっと聞かせてもらいたいと思うわけでございますが、その中にですね、やはり常に市内の企業の皆さんですね、それらの状況を気配りをするなどしてですね、個人税の想定などをしていくようなことも大事だと思いますが、なかなか難しい、言うのは楽ですが、あれだと思いますが、そこら辺どんなふうに考えておられますか。企画政策部長。ご指摘のとおりですね、本当にその収入見込むのがですね、なかなか難しいところでございます。言葉とすればですね、社会経済情勢の動きを把握しながら、できる範囲でですね、その企業の決算状況を把握して、組んでいるというのが状況でございますし、一部大手の企業ではですね、ホームページでもそういった決算状況出ておりますので、そういったものを参考にしたり、税務課の方ではですね、直接そういうところを伺ってですね、情報を集めているというようなところもございます。そういった中で組んではおりますが、いかんせん社会経済情勢でございますので、中国の最近の動きなんかも見ましてもですね、なかなか
捉えづらいというところがあるのが現状でございます。7番議員。議長、それでは実財源の一つであると考えられております、ふるさと給付金でございますが、この予算においてもある意味では不安定、財源に近いとこんなふうに思っているわけでございます。本来この寄付金は生まれ育ったふるさとを大切にしたい、ふるさとのために貢献したいという善意の気持ちを寄付金という形にするものだと思いますが、現実は全国各自治体のあの手この手のでお礼を考え、まさにカタログショッピングのような過熱傾向があるのではないかと考えております。今後の展開する中でこのまま各自治体が順調に確保できるとは私は思いませんが、本市はそのあたりをどのようにお考えされておるのか、また昨年度の状況等も分かりましたら教えていただきたいと思います。企画政策部長。確かにですね、かなり過熱気味というところは私もちょっと懸念をしているところでございます。本来の趣旨はですね、自分の出身の市でありますとか、あるいは応援したい市についてですね、そういった寄付金を出すというのが、本来だと思うんですが、ちょっと過熱気味かなと。でもちろん還元率を高めていけばですね、それはお金は集まるかもしれませんが、それはやっぱり本来の趣旨とは違うんじゃないかなというところは実は考えております。そうは言いましても我々としても工夫は必要だというふうに考えております。で、最近の状況ということですので、本年度からですね、実は大手のポータルサイトへ委託をしまして、そこ経由で出てきているものがあります。これまで4月からこれまでの部分のですね、 77% はその大手のポータルを経由したものであります。もう一つ今までは1万から5万と5万以上というくくりだったんですが、3万から5万というところを新設をいたしました。返礼品なんかもですね、工夫しちゃった段階でですね、これまでに126万ほどの寄付金が集まっているというところでございます。で、現時点でですね、前年と比較をしますと、前年の4月からこれまでというところと、今年の同じ期ということでございますが、件数は56件が前年度で、今年が64で、寄付の総額につきましては前年度が121万5千に対して今年度が242万と、倍増をしているような状況でございます。また年間を通した部分でもですね、昨年度の実績が224万5千円ということですので、すでにそれを超えているというような状況でございます。7番議員。はい、議長。平成25年度と平成26年度は普通建設事業費が拡大しておるわけでございまして、また国の補正予算に対応したことにより特定財源の割合が増えたとのことでございますが、今後実財源の減収も考えられる中でですね、特定財源を増やしていく対策的な取り組みはどのことを考えているのか教えていただきたいと思います。企画政策部長。これは少し繰り返しになってしまうかもしれませんが、国の交付金、我々も積極的に手を挙げているわけでございますので、そういったものをまず対応していくというのが一つになるかと思います。また28年度方はそれが新型交付金となりますので、その姿が実はまだなかなか見えてこない段階でございますので、ちょっと苦しいところもあるんですが、そういったものの情報を早く捉えてですね、対応していくというのが一つになるかと思います。またあとはそうですね、毎年度、国の方からのですね、いろいろな、補正予算等も出てまいりますので、そういったものへも積極的に対応していくかと、こんなところを今考えております。7番議員。